フィッツ・ウィリアム・カレッジは、イングランドにある、ケンブリッジ大学を構成するカレッジの一つ。経済学、生科学、生理学、医学などのノーベル賞受賞者の著名な研究者や、イギリスを含む、様々な国の政治家、裁判官、弁護士、実業家を多数輩出しているカレッジとして知られる。現在のフィッツ・ウィリアム・カレッジは、イギリスの自然科学者であったチャールズ・ダーウィンの妻の、 エマ・ダーウィンが晩年に過ごした別定ザ・グローブをシンボルに形成されている。フィッツ・ウィリアム・カレッジは、ケンブリッジ大学の31のカレッジの中で、唯一の大学発のカレッジで特待生を受け入れる、ヒカレッジ制の学生寮の一つとして1869年に、ケンブリッジの中心街のトランピング店ストリートにある、フィッツ・ウィリアム美術館の真向かいに設立された。当時は、 ケンブリッジ大学本部の一部として運営されており、フィッツ・ウィリアム・ハウスと呼ばれていた。学生寮時代の初大学長は、トリニティ・カレッジのフェローだった、ラルフ・サマーセットが就任した。1963年には、ケンブリッジの北西部のストリー、S ウェイに、カレッジの本部を移し、1966年に、現在のフィッツ・ウィリアム・カレッジとして、正式に設立された。 トランピング店ストリートにあったフィッツ・ウィリアム・ハウスは、現在は、ケンブリッジ大学のアドミッション事務局本部として、機能している。このような経緯があるため、フィッツ・ウィリアム・カレッジの紋章は、ケンブリッジ大学の紋章とフィッツ・ウィリアム伯爵の、紋章を組み合わせたものとなっている。フィッツ・ウィリアム一族の紋章の使用における承認は、第七代目、フィッツ・ウィリアム伯爵より受けたとされる。 さらに、もともとフィッツ・ウィリアム・カレッジは、大学の一部だったことから、ケンブリッジ大学の31のカレッジの中で、ケンブリッジ大学の文章そのものを、カレッジの文章に取り入れているのは、フィッツ・ウィリアム・カレッジだけである。ありがとうございます。